中国海軍は、世界一は真っ赤な嘘との情報をキャッチしました。今回、台湾防衛は、アメリカ原子力潜水艦3隻を詳しく見ていきます。中国も建造はすごいけど、中身なんだよね。空母艦載機もいまいち。台湾を自らの革新的利益だと標榜してる中国は、第二次世界大戦後70年以上の自治を続けるその島を、未だ自国の領土であると主張してやまず、実際の武力行使があり得るか否かは別としても軍事的圧力を強めている。中国海軍ではこうした台湾への侵攻をほのめかすかのように、2021年4月新型の075型強襲揚陸艦海南を南海艦隊へと実戦配備しており、さらに同級2隻の建造にも着手、最終的には8隻以上が収益する可能性がある。海南は中国海軍史上最大規模の強襲揚陸艦であり、満載排水量3万6000トン以上、全長237メートル、全幅36メートル、喫水約8メートルの艦隊に、大型のナニ6、A 型エアクッション揚陸艇2隻と約30機の各種ヘリが搭載可能だ。海南の諸元から、数値上では、アメリカ海軍のワスプ級やアメリカ級強襲揚陸艦に迫る揚陸能力を実現しているとみられるが、F-35 ライトニング 2B 型のような短距離離陸、垂直着陸が可能な戦闘機は、まだ保有していない。また、南シナ海に目を移せば、中国は、自らで一方的に線引きした、九段線の内側を自国領だと宣言しており、これは、実に、南シナ海全体の約 80% を占めるもので、台湾は、もち、ロベトナムやフィリピンとも、対立を深めている。中国が、九段線を強硬に主張する背景には、南シナ海の海底に埋蔵されているとされる地下資源の獲得もさることながら、最大の理由は、戦略的な核攻撃能力の手段の増加を図る、いう側面が強いとも推察されている。これは、核保有国である、アメリカやイギリス、フランス、そしてロシアなどがこぞって実施している、秘匿性や生存性の高い戦略型原子力潜水艦による、核攻撃能力の獲得を基としたものであると考えられている。これまで、中国が支配下に置いていた、黄海などの近海は、水深が浅すぎて、核兵器を搭載した、戦略型原子力潜水艦を潜ませることが困難であり、この運用が可能な海域として、南シナ海の確保を大きな目標としているのだろう。すでに南シナ海に面した中国領の海南島には、大規模な潜水艦用の地下基地が構築されており、アメリカをはじめとする各国の軍事衛星から、ここに出入りする中国海軍の戦略型原子力潜水艦の姿が映像としても確認されている。また、すでに中国海軍は、元は旧ソ連の艦艇でウクライナ経由で入手し、練習用の艦艇として完成させた遼寧や、これをベースに初の国産化を行った山東など航空母艦の戦力化も同時並行で進めてきている。遼寧や山東は、艦首部分が反り上がったスキージャンプ式の発艦方式を採用しており、これはアメリカ海軍などの航空母艦に比して、艦載機の離陸時の重量に制限があり、搭載可能な兵装や燃料が少ないという課題があった。しかし、現在、中国が建造を進めている新型の003型航空母艦では、ついにカタパルトを搭載、これによって、発艦シアレスティングギアで着艦するという形式を実現すると見られており、航空機の攻撃能力が飛躍的に向上すると見られている。しかも、カタパルトも、アメリカ海軍で、すら、ようやく、最新型のジェラルド・ R・フォード級航空母艦で、実用化を果たした電磁式であり、
さらに、先々は、機関にも、原子力推進の採用が噂されるなど、著しい進化が予期されている。航空母艦の3トンは、満載排水量7万トン、全長315メートル、全幅38メートルの艦隊に、最大70機の艦載機を搭載可能で、最大速力も31ノットほどと推定されているが、003型は、これを大きく上回る規模となる見込みだ。また、中国海軍は、これらの航空母艦による、空母打撃群の編成を基としており、艦隊防空を担う新型艦艇として、055型南昌級駆逐艦の建造を開始、1番艦、南昌の2020年の収益に続き、すでに3番艦、大連が2021年4月に収益している。現時点で、8隻の建造が確認されている055型南昌級駆逐艦は、満載排水量1万3000トン、全長180メートル、全幅19メートルの艦隊で、最大速力も32ノットを発揮し、主兵装の VLS は実に112セルに及び、各種のミサイルを運用可能だ。055型南昌級駆逐艦の初舷から見ると、アメリカ海軍のタイコンデロガ級巡洋艦や、アーレイバーク級駆逐艦をしのぐ重武装を実現しており、空母打撃群の艦隊防空を担う中核の水上戦闘艦であることが一目瞭然だと言えるだろう。つまり、戦略的核攻撃能力獲得のための原子力潜水潜水艦の配備、台湾や島嶼部への上陸を可能にする075型強襲揚陸艦、遼寧、山東、に続く003型航空母艦と055型南昌級駆逐艦など、中国海軍の遠洋への進出志向は強まっている。それぞれに、軍事的には、戦略上の兵器であるのか、戦術上の兵器であるのかの区分の違いは、あれど、これまでの沿岸部の近海を主戦場としていたものから、遠洋部に、戦場を拡大する能力を中国海軍が獲得しようとしているのは明白だ。今の建造、収益のペースから換算した場合、2025年には中国海軍の保有する艦艇数はおよそ400隻に達すると予測され、これは旧ソ連との冷戦構造終了時点から艦艇数を削減、今また追中国を睨み355隻体制を目指しているアメリカ海軍を上回る。こうした状況下で、2020年には、アメリカ国防総省が、2020年中国軍事力報告書と題する年次のレポートを公表し、その時点での海軍の保有艦艇数が、中国約350隻、アメリカ約293隻だと指摘しており、予測を裏付ける見解を示した。これらに警鐘を鳴らす意味もあってか、2021年3月には、当時のアメリカ軍のインド太平洋軍司令官であったフィリップ・デイビッドソン大将が、2027年までに中国が台湾への武力侵攻を行う可能性に言及し、注目を集めた。その一方で、アメリカ軍の統合参謀本部議長を務めるマーク・A・ミリー大将らは、こうした中国の武力行使説は、具体的な動機やメリットを欠いており可能性は低いと述べ、アメリカ軍の中でも意見は一定していない。マーク、A、ミリー大将らの意見を支持する層の一部からは、フィリップ・デイビッドソン大将のような中国脅威論は、アメリカの軍備拡張を正当化するための政治的なパフォーマンスだとみなされているとも言えそうだ。ただし、前述のように現状、近い将来、共に中国海軍の保有する艦艇数が、アメリカ海軍のそれを凌駕することは事実であろうが、その実質的な内容という側面からは、まだまだ、
しばらくはアメリカ海軍の優位は揺るぎそうにない。例えば海軍の総兵員数で見た場合には、中国約25万人に対しアメリカは33万人と 30% 以上も回っており、かつ艦艇の総隻数ではなく総トン数換算であれば、大型艦を数多く保有するアメリカがやはり上回っている。アメリカ海軍はアーレイバーク級駆逐艦を70隻以上、タイコンデロガ級巡洋艦を22隻と多数の大型水上戦闘艦を保有しており、これらに搭載される VLS の総合計は9千セルにも達し、同千セルほどの中国海軍をはるかにしのぐ。当然これらの VLS からは艦隊防空用の艦隊空、対艦攻撃用の艦隊艦、対地攻撃用の艦隊地、単潜水艦用の艦隊船など各用途の巡航ミサイルが運用可能であるため、防御攻撃の両面からアメリカ軍のミサイル戦力は高いと言えるだろう。